春から夏にかけて避けきれないのが肌への紫外線ダメージです。そのダメージ、食べるもので減らすことができるんです。美容を気にされている方必見、紫外線対策におすすめの食材をお伝えします。まず紫外線対策のためにはビタミンが多く含まれているものを摂りましょう。人参やブロッコリーには皮膚の免疫機能やバリア機能を維持する働きを持つビタミン A が豊富で、強い肌へと生まれ変わる効果が。ビタミン C が多いパプリカやトマトはシミを改善したり予防したりする力も持っているため、より効果があります。さらにナッツ類などは抗酸化作用のあるビタミン E がたっぷりで、食べる美容液とも言われていて、紫外線対策にもってこいの食材なんです。これらの食材を組み合わせてカラフルサラダとしていただくと、栄養補給にもなっておすすめです。美味しいものをいただきながら紫外線対策に役立つなんて嬉しいですよね。日々の生活の中からお肌の美容も気にかけていきましょう。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルからも見ることができます。ぜひご活用ください。